ここはね、なんか椿の展望台だって。ちょっと霞がかってるけど、なるほどね。今まで登ってきた道が見えて、向こうの漁港とかね、向こうの出っ張ってるところの方がおそらく輪島のあたりかな。高崎っていうのは急な下り坂、高低差が激しいね。これはなんか海水浴場でもいいぐらいな感じだね。の駅のロシー、ここはのロシ漁港、あれ向こう先は向こうだ。灯台は車は行き止まりか、ここに置いてけっていうのか。灯台登り口綺麗だなこれ。あるなこれ。階段登ってくるとね、こんな感じだね。これは六郷崎灯台。半島の先端みたいな感じだね。能登半島の最先端なんだ。ああ今ここだ。佐渡島が見えるの。天気良ければ佐渡島が見えるんだって。
次は98キロ。ヤバが結構奥まであんのかね。では一回りして別の道から降りていきましょう。港が見えるね。空中展望台ってなんだろう。整理券なんですか。空中展望台っていうのがね気になったんで、まあ、そこに行ってみたいと思います。ここは野呂市漁港。空中展望台ってね、青の洞窟だとかランプの宿をやってるところがね経営してる施設みたいですね。あ、これか青の洞窟。自称三大パワースポットだって。他の2つは何なんだろうね。もう入場料ね1500円取るらしいんだよね。これか。ランプの宿だって。すごいことになってんねこれ。あ、バイク置き場があるねちゃんとね。ちょっと行ってみましょう。あれがない空中展望台。これが何、ランプの宿ってやつ。いいね。これ入場料取るんでしょ。ランプの宿。こえは。綺麗だね。ああ、これ風で曲がった木がなんか珍しいとか言ってたね。ああ。灯台が見えるかね、これ。ここ、さっき、灯台があるわ。
あれが洞窟の入り口だね。えらい置いてくんだろうな。天気はいいけど帰りやがんな。死ぬな、これ。もう登ってくんだね。これで終わりなの。なんだ、洞窟っていうかね、こう滝があるのかと思ったら、こうやってすごい石を持ってっていいとか言ってたね。こっちの方がいいかな。こんなのあったか。ここにだけ白い石があるってのはあれ、巻いてんだろうな、きっと。また生まれるのこんな絵だな。確かにあの空中の展望台は怖かったな、しかし。というわけでね、話の種には面白いとこですね。能登の旅はまだ続きますけども、今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。